電気法案協会。Oh no!この番組は綺麗な景色をあなたへ、ヘムズトラックの提供でお送りします。はい、お疲れ様です。ちょっと自然豊かな兵庫県の西脇市を走っております。こっからちょっととりあえず国道175号線に出たいんで、175号線出てから大阪の方を向いて帰りたいと思います。途中どこやろ、阪神高速のあれ何やったかな、前回かな、あの辺の入り口までちょっと行こう思ってるんで撮影していきたいと思います。おっと、橋の上で工事してる。やっほー、あえちゃんやで。前振り長いな。交互通過やね。愛犬系言ってるわ。あやちゃんだけちゃうで、ママもおるで。すごい、目の前になんか大見富士みたいなのあるけど、これ滋賀県ちゃいますよ、兵庫県でございます。最近あれやな、天気の悪い動画ばっかりやな。この信号かな、175号線。たまにはお天気いい動画も撮ったれよ。とりあえず明石の方向いて降りていきます。大阪府羽曳野市やって。トラック羽曳野だから何ってなんだけど、なんか大阪のトラック見たらちょっと嬉しいですね。あの地方とか行った時に、まあ兵庫県やからね、バンバン大阪のトラック走ってますけど、結構北陸とかあっちの関東とかの方行って、地元のトラックとか観光バス見た時なんかちょっと嬉しいですよね。俺だけかな。喋る間を与えてください。はい、そしたら175号線入りました。なんかこれ橋桁なんか桁作ってますね。橋脚なんやろ、バイパスの延伸工事かなんかですか。バイパスなんか高速道路なんかこしらえようとしてますね、この辺。また道がちょっと便利になるんでしょうね。なんかちょっといいとこやね。あ、ちょっと天気がね、道がタガタやったな。天気がもう一つちょっと曇り気味なんですけど、まあ、その分ちょっとね、過ごしやすかったんで、作業はしやすかったんでね、助かりました。もう炎天下の中の仕事ね、辛いですからね。もうちょっとの我慢や、夏を楽しめ。先生、加東市入りました。山よし、技よし、文化よしやって。加東市です。兵庫県の加東市に入っております。加藤ちゃんぺ。兵庫県も広いですからね、北部と南部でね、全然冬とかなったら温度差が全然ちゃいますもんね。北部の方行ったら豪雪地帯とかね、雪国ありますけど、南部の方はね、神戸とかあっちの方なんで、大阪と気温がさほど変わらない地域なんですけど、ああ広い、兵庫県はほんま広い。日本海から太平洋側まで全部兵庫県ですからね。ドーンってドーンって笑うセールスマンか。播州清水寺やって。なんか今横断幕出てましたね。世界遺産、祝世界遺産って書いてた。はい、さっきからずっと175号線走ってて、小野市入ります。 Oh no! Oh no! Oh no! ようこそ小野市へ。 Oh no! に入りました。あやちゃんも言ってみよう。 Oh no! 兵庫県は広いよ。もう兵庫県でね、もうほんまでもさっきも言ったけど、北部と南部で全然ちゃいますからね。でも言葉もちゃいますよね。神戸の方やったら、神戸の方の人って結構何々しととかああいう言葉使いますけど、上の方行くとね、また言葉変わってきますもんね。もうでも兵庫県といえば、なんやろな、有馬温泉とか。有馬温泉の CM、 関西の人やったら分かると思うんですけど、高陽閣っていうホテルあるんですけど、そのままよう言わんすもんね。どうせあれ言うんやろ、ベタに。有馬兵園の高陽閣へ、有馬兵園の高陽閣へ、ほら言った、絶対言ってしまうもんな。あれなんでやろうな、もう CM 効果っすね、あれこそ。
あと淡路島にあるホテルニュー淡路もついついね節をつけて歌ってしまうというか、あの CM 風になんか言っちゃうんですよね、ついついと。そのままホテルニュー淡路って言ったらいいのに。どうしゃれやろ。ホテルニュー淡路、ホテルニュー淡路。ほーら言った、ちょっと飛んでくるかな。だから大阪でいう、まあ大阪っていうか関西やったら流れてるけど、関西電気保安協会ね。またまたどうせベタなこと言うんやろ。関西電気保安協会、関西電気保安協会。ほら言った、あいちゃんも言う、関西電気保安協会。絶対富士付けて言ってしまうからね。もう結構あの関西以外でもそういうね、あの耳につく CM とかあると思うんですけど、皆さんの地域でも多分ね2つや3つぐらいはそういう CM あると思うんでね、またよかったらコメント欄で教えてください。電話してちょうだい、まあね、竹本ピアノやな。広すぎるんでね、あの姫路ナンバーの範囲がむちゃくちゃ広い。神戸っていうか兵庫県、どこまで姫路ナンバーよ、どこまで姫路名乗るよみたいな感じで、姫路ナンバーの範囲がむちゃくちゃ広いですね。あの兵庫の北部、あそこ城崎温泉とかほぼもう日本海やのに姫路ですもんね。まあ、姫路であれやけど、姫路の発音たまにおかしい人いますよね。姫路やけど、姫路っていう人おるけど、あ、まあそれ聞いたら、あ、この人関西違うんやなって、イントネーションですぐ分かっちゃいますけどね。ここも兵庫県はいっぱいある。あ、東上コランド、東上コランドも、東上コランドもうないけどな、おもちゃ王国になってるんちゃん言ってしまうもんな。なんで笑うねん。あとなんやろ、兵庫県といえば、兵庫県といえば、みんなで行ったルミナリエ、ルミナリエ、大阪によく似た尼崎、マダムがいっぱい、あしあし、あやちゃん、ママは、そんな兵庫県が大好きです。まあこれ海の方っていうか、太平洋側の方だけと思いますけど、イカナゴの釘に、なんかイカナゴの釘にでなんか春の訪れを感じますからね。大阪でもイカナゴの釘にとか食べるんで、同じようにね、イカナゴの釘煮が出たら春やなって思ったりすることもありますし、あとなんやろ、兵庫県、この辺はなんやろね、小野市はなんかひまわり有名みたいですね。ひまわりの丘公園ってあるけど、まあそろそろひまわり咲く時期ですね。夏になってきたから、なんか人いっぱいおるやん。みんなで行った六甲山、ちらほら咲いてきてるんや。周り見て、オーノーオーノーって言ってんかな、同じだけに怒ってくるな、同じの人、すいません、言っちゃって。多分あの関西以外の人やったら、甲子園、阪神タイガースとか、あの大阪に本拠地あると思ってる方結構おられるかもしれないですけど、実際にはね、兵庫県西宮市ですね、本拠地は。甲子園球場は大阪じゃなくて兵庫県にあるんでね。あと結構僕高校の時の友達が甲子園住んでたんですけど、甲子園に住んでるってあれですよ、甲子園球場に住んでるんじゃないんですよ。あの甲子園っていう地名があるんですよ、西宮に。甲子園南番町とかね、そういう地名があるんで、あの甲子園球場の甲子園に住んでるねって言われても、あの甲子園球場には住んでないんですよ。あの辺一帯が甲子園っていう地名なんで。 Oh no! 甲子園といえばカレーも有名ですね。カレー食べましたわ、甲子園のカレー。なんでやろ、なんか知らんけど甲子園行ったらカレー食べてしまうねんな、ついつい。甲子園イコールカレーみたいになってたもんね。 Oh no! ちょっとね、175号線がちょっと中に入りました。中抜けていきます、中抜けです。わー、中抜けます。何回言うねんて。わお、いないやろ。いないな。ここ何市やろ。
三木市かな、ここ何市？大野、違う、兵庫県のここ何市でしょうか、ちょっと何市や、ここ小野ぐらい、三木か小野かぐらいかな、看板に書いてないわ、何市って書いてない、こういう探してる時って出てないですよね、あの電信柱とかに書いてくれてんやけど、書いてくれてないんや、オーノー、なんか喋れよ、負けすぎや、噛んでって書いてる、いやもう噛んでっていうのは分かったんやけど、あの C が何しか全く分からへん、何しか分からへんや、オーノー、神戸、神戸市、神戸市か、何市でしょうか、あ、もう神戸やん、ここ神戸市西区やって、神戸市西区を走行中です、神戸でもね、あの西区なんで結構上の方なんです、上の方やから皆さんがあのイメージしてる、港町の神戸とはまたですね、みんなで行ったハーバーランド、ハーバーランド、なんていうんですか、六甲山越えると雰囲気全然変わりますからね、あの海側と山側で、海側と山側、山越えたらっていうのかな、神戸の人って結構海側山側って言いますよね、であの JR 阪神阪急とかね、だいたい東西に走ってるから方角分かるんですよね、神戸行ったら六甲山の方向いたら北向きで、海の方向いたら南向きで、電車の走ってる横に走ってるから、こっちからこっちが東、こっちが西とかね、分かりやすいですよね、神戸はコンパクトで、やっと書いてた、こんなとこ、神戸市西区神手町、あ、これも175号線やったんや、中抜けますって言ったけど、これも175号線でした、 Oh no! だからこの辺で今日は終わります、また次の動画でお会いしましょう、最後まで見てくれたお兄さん、お姉さん、ご視聴ありがとうございました。この番組は綺麗な景色をあなたへ、 M's トラックの提供でお送りしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンを押してね、あとコメントを待ってるで、あやちゃんでした、バイバイ。